まあ、10億とかが20億ぐらいのエグジットであれば、ん。まあ、普通に市場のシェア一部取るとかだけでいけるわけじゃないですか。ほうほうほう。やりきりさえできるのであれば、10億ぐらいだったら売却できますみたいな話。ベンチャー企業の M&A は M&A バンク。今回もですね、キャンドルのキム社長に来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。キムさん、まあ、いろいろやっぱこういろんなネットワークコミュニティで情報入ってきますと、で、どの領域で、まあ、仕事するのかって重要、まあ、それ8割重要って言われてたじゃないですか、はい、ぶっちゃけどの領域が良くてどの領域はやめといた方がいいんですかね、教えてください。で、それは普通にでっかくなる授業とか、それ M&A とかで、あ、そう、 M&A を前提として、じゃあなんかまあ、10億弱とか10億後半とか20億とか、そうですね、そういう規模感ぐらいで、はい、イグジットの角度が高い領域はどうかみたいな話ですよね。そうそうそう、はい、なんかそれでいうと、まあ、持論で言うと、なんかそのぐらいの規模のイグジットって世の中でもうある市場に対してちゃんと適切にやればいけるっていう規模、そこで1兆とかの話になってくると、やっぱユニークな価値提供しなきゃいけなくて、やっぱユニークなサービスを作んなきゃいけないんで、本当は世の中が当たるか当たらないか分かんないタイミングで作んなきゃいけないと思うんですよね、なんでその規模だとまた話変わってきますけど、まあ、10億とかが20億円のエグジットであれば、まあ、普通に市場のシェアって一部取るとかだけでいけるわけじゃないですか。って考えたら普通に今世の中にある市場に対して適切にやればいいって時に、投資先が何やるって言ったら普通にメディアやらせちゃいますね。普通にウェブメディアなんだけど、まあ、結局メディアって Google が一強させたら Google の意味なくなっちゃうんで、だったらそこのそのサイトでいいやんってなっちゃうんで、基本的には複数だし、かつまあいろんなキーワードがあるから、市場のシェアを取りやすい領域として、正しく切り分ければ、全然まだいろんな市場があるんで、普通にまあ10億とか前後で売れてんだったら、全然普通に僕だったらメディアをやった方がいいんじゃないって提案しますね。で、違う観点で、市場のシェアを取れる、すごい専門的な能力がなくてもできるっていう、そういう領域だっていうことと、もう一個観点で言うと、やっぱ僕自身が詳しいみたいな話がやっぱあるなと思ってて、やっぱ普通に詳しくて適切なやり方知ってる人がいれば、そのぐらいの規模のものってやりきれば作れる、やりきりさえできるのであれば10億円だったら売却できますみたいな話、いわゆる参入障壁はめちゃくちゃあって、もう入れませんみたいな領域ではないっていう話と、参入した時のやり方が分かってますっていう話の2個があれば、まあ普通に10億弱か10億円のエグジットでいけば基本的にできるので、そういうところの領域がいいのかなと感じですね。要はウェブメディアで SEO 主体ですか。そうですね。なるほどなるほど、はい、ありがとうございました。今そのやっぱすごくこう、まあ、学生企業からって若手の企業家増えてるじゃないですか、アドバイスみたいなのって何かありますか。MA したいんだったらメディアやったらいいんじゃないですかね。わかりやすい。確かに僕もメディアでした。冷静に周り見ましょうって感じですね。大体学生が始めて一言の規模でエグジットしてるのはメディアですっていう、あと最初のそのなんか仲間にそんな株式を放出しない方がいいんじゃないかなっていうのは結構学生企業が見てて思いますけどね。ほう、3人で始めて 33%33%33% とか、ほうほう、2人で始めて 50%50% とかってやってやるけど、ほうほう、途中で気づくんですよね、みんな、はいはいはい、これ代表がだんだん大変だってことで、はいはいはい、なんかそれ経験あるぞ。で最初立ち上げた時はもうみんな3人同じように時間使うし、3人同じように人生かけるからっていう、はいはい、そっちで取るんですけど、途中が気づくんですよね、やっぱりそもそも責任の違いとか、はいはいはい、その辞めれないの自分だけだとか、はい、いろんなこと考えた時にこれ割に合わないなってなるんですよ、大概の会社が、はい、僕が出資した会社とか、まあ、株式比率に関しては結構調整させてますね、僕はもう最近、うん、理想の比率みたいなのがあるんですか。仮に学生3人で全く同級生で始めます、うん、だとしても代表80、うん、2番手チーム2人 10% ぐらいじゃないですかね、マックス。そうですね、アプリではないんですよね。やるに関しては超超応援したいしチャレンジングなんですけど、まあ普通に今の質問に対しての答えだったらメディアですね。10億とかで一度したいんだったら、アプリとかアプリケーションねとか狙うんだったら、やっぱりそれこそ1000億とか1兆とかの規模を狙うようなものじゃないと、リスクに対してリターン見合わないですよね。それこそまあ若手で、まあ、学生企業でいうとクラシルとかセフィのリップスとかっていうのが出てきてますけど、学生が成功してるアプリもあるので、もちろん目指してみんなに欲しいなっていうのは思いつつ、あれはやっぱ成功確度相当低い中での生き残りの3つなので、確率の時にはもちろん低いよっていう。あ、はい、なるほど。鉄板ならメディアってことですよね。そうそう、鉄板ならメディア、ただ別にアップサイド持って狙うんだったら、うん、アプリケーションも狙いに行った方がいいんじゃないですかっていう、それはもちろん。なるほどですね。その事業を始める時のチーム作りっていうのはどういうふうに
やられたんですか。僕らは結構、もともとサークルの、その TNK のサークルの友人と、学部、同じ学部のメンバー3人だったんですけど、みんな優秀でしたけど、やっぱそういう優秀なコミュニティのところから引っ張ってくるために自分が優秀なコミュニティにまず入り込んで、そこのコミュニティから見せたらいいんじゃないですか。先生ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。